皆さんのお宅にはエアコンが必ず1台はあると思います。夏になるとエアコンの冷房機能を使う機会が増えると思います。実際私もエアコンの冷房を使っています。エアコンを使っている時に少し外出するような用事があると思います。その時にエアコンを消すか、それともつけっぱなしにしとくかっていう疑問が、長年あったわけですね。エアコンを使うと実際電気代がかかるわけですから、エアコンをつけっぱなしにしておくか、それともこまめに消すか、意見が分かれるところだと思います。なので今日はエアコンをつけたままにしておくか、それともこまめに消すか、どちらがお得かを調べました。どういうふうに実験を進めていくか説明します。こちらにエアコンがあります。まずこちらのエアコンをですね、オンの状態にしておきます。オンの状態にして部屋を涼しくしておきます。こちらのエアコンをオンにして部屋の温度が定常状態になるまで待ちます。つまりどういうことかというと、エアコンのリモコンで設定した温度になるまで待ちます。そして次にエアコンの電源を切ります。エアコンをこまめに切った状態を再現するわけですね。で、30分間エアコンの電源を切ったままにします。30分経ったらまたエアコンの電源を入れます。エアコンの電源を入れた時からの電力を測っていって、で、また室温が定常状態になるまで常に電力を測り続けます。その時の電力量を測っておけば、つけたままがお得か、それともこまめに消した方がお得かどうかが分かります。電力を測定するためにこちらの測定装置を使います。これは電力計です。ここのスイッチを押して、で、そしてこちらからコンセントが出ていますが、このコンセントにエアコンをつなぐとどのくらい電力が消費されているか、ここに表示が出てきます。それでは早速測定を開始します。エアコンのスイッチを入れました。エアコンの設定温度は28度に設定します。エアコンの電源を入れてから10秒くらいすると消費電力が上がり始めます。エアコンは冷気を出し始めました。左側の数字は消費電力です。単位はキロワットです。右側の数字は積算の電力量です。単位はキロワットアワーです。電力と時間の積です。上に温度計がありますが、スタートした直後の温度は36度でした。かなり暑いです。室温が設定温度になるまで待ちます。1時間で室温は28度まで下がりました。室温がエアコンの設定温度に達したので消費電力も落ち着きました。 250W 消費しています。ちなみにエアコンが全開で動いているときは電力は 600W 消費していました。実際の室温とエアコンの消費電力はこのグラフで表せます。この時点でエアコンのスイッチをオンにします。で、エアコンの設定温度は例えば28度にしたとします。でですね、この時点でオンにするとエアコンはですね、部屋の温度を頑張って下げようとするので、こういうふうに電力を消費します。エアコンのスイッチを入れた直後が一番消費電力が高いです。室温はどうなっているかというと、エアコンが頑張って部屋の温度を下げようとしているので、このようにどんどん減少低下していきます。で、28度のところにちょっと点線を引いておきます。このままエアコンは電力を消費し続けて部屋の温度をどんどん下げていきます。部屋の温度がどんどん下がって、この時点で部屋の温度と設定温度が一致したとします。そうすると消費電力はどうなるかというと、この時点でガクッと下がります。ただ完全にゼロにはならないで、部屋の温度を設定温度に維持し続けるだけの電力は消費し続けます。こんな感じで部屋の温度が28度一定になるように、このですね、電力を消費します。サーモグラフィーを使ってみると部屋全体がよく冷えていることがわかります。左側がエアコンの電源を入れた直後の温度分布です。エアコンの吹き出し口しか冷えていません。壁の温度はマックスで 35.2 度です。かなり高い状態になっています。右側はエアコンをつけてから十分時間が経った状態です。壁の温度は最高でも 27.8 度になっています。設定温度と同じ温度になっています。つまり部屋全体がよく冷えています。天井の部分にはエアコンの吹き出し口から出てきた冷気がよく当たるみたいで、温度は20度近くまで下がっていました。室温と消費電力両方とも定常状態になったので、エアコンの電源を切ります。そしてこのまま30分間放置します。
30分経ったのでエアコンの電源を再度入れます。30分間エアコンをつけておかないと室温は28度から31度まで上昇しました。このまましばらく放置して消費電力が定常状態になるまで待ちます。つまり室温が設定温度になるまで待つということです。こちらが測定結果です。まずこれが電力のグラフで、こっちが温度のグラフです。スイッチを入れた直後は温度はだいたい36度くらいですね。でそこからどんどん温度は減少していきます。でエアコンのスイッチを入れた直後なんですけども、だいたい450ワットぐらい消費していました。で一番最大で700ワットを消費しています。で室温が下がるにつれて消費電力もどんどん減少していきます。で最終的な定常状態ですね、室温が28度に達した後は、この消費電力は250ワットでした。で定常状態に達したらこの時点でエアコンの電源を切ります。なのでこの区間では消費電力は0ワットです。エアコンの電源を切ったので温度はどんどん上昇していきます。32度まで上昇しました。で30分、この間30分ですね、この間30分電気を消して、でまたこの時点30分経ったらエアコンの電源を入れます。そうすると電力はこのように消費されています。まあ、この時点で600ワットを消費して、で室温はこのように低下していきます。で室温がまた28度に達したら、この時点で250ワットの電力を消費するというようになりました。次にエアコンをつけたままにしておくか、それともこまめに消した方がいいかについて調べました。つまり何分の外出までエアコンをつけたままにしていても問題ないかということを調べます。その調べ方なんですけど、こちらの電力とあと横軸の時間の積、つまり電力量を調べます。エアコンを消している間のこちらの面積を A とします。面積 A について補足があります。こちらの面積 A はエアコンを消さなければエアコンが本来消費しているはずだった電力量です。この期間の電力は部屋の温度を一定に保つために消費されます。次にこちらの面積を B とします。こちらの面積 B についても補足があります。この面積 B はエアコンをつけたままにしていれば本来発生しない電力量です。つまり上昇してしまった部屋の温度を再度下げるために B の面積分の電力量がエアコンで消費されます。でこちらの面積 A、B の大小によって電気代を得しているか損しているか、まあ、それとも同じかっていうのが分かります。で例えば面積 B の方が大きい場合はどうなるかというと、こちらの面積の方が大きい場合ですね。そうすると電気代的には損をしています。まあ、こちらの面積よりこちらの面積の方が大きいので再度エアコンをつけると、まあ、電気代が余分にかかるというわけですね。じゃあ次に面積 A と B の大きさが同じ場合どうなるかというと、電気代的には全く同じです。で最後に面積 A の方が大きい場合はどうなるかというと、こちらの面積の方が大きくてで B の方が小さいので電気代的には得をしている状態です。で先ほどの実験結果から何分で損益分岐になるか計算しました。まあ、計算したところ11分が損益分岐点です。どういうことかというと、例えば11分以上外出するようならエアコンを切った方がいいということです。11分以内に帰ってくるならエアコンはそのままでも問題ありません。というかその方が、まあ、電気代的には得をします。インターネットでこの時間を調べてみると、よく30分とか、まあ、15分とかそういう数字がありますけども、まあ、私の場合だと11分になったわけですね。これはいろいろな条件があります。例えば使っているエアコンの性能であったり、あとは部屋の断熱性能ですね。あとは外部の天候であったり、曇り晴れ、あとは気温ですね。雨が降っていたりだとか、湿度によっても変わります。まあ、なのでこの11分という結果がどの部屋でも使えるわけではないんですね。この部屋だけに使える実験結果です。もし自分の部屋でどのくらいまでエアコンをつけたままにしていいか気になる場合は、こういった簡易的なワットモニターを使ってみてもいいかもしれません。ただし測定する精度については保証できません。まあ、簡易的なものですからそこは仕方ないですね。実際どうするのが一番いいかというと、エアコンメーカーが言っているように部屋を20分から30分くらい離れるようならエアコンの電源を消してみるというのが一番良さそうな気がします。はい、というわけで以上です。動画のご視聴ありがとうございました。